あんの白黒、余計なことを。結局また来ることになったな。親睦会。ああ、どうせならまた旅のことを幻想郷中に紹介する機会を作ろうっていう。あんた騒ぎたいだけじゃないの？そんなことない。河川、また旅が霊の影と無関係だってことは面識ないグミにも伝えたんだよな。そりゃあね、また旅は無関係だし。ってことは今はまた旅を紹介しても何の問題もないわけだ。まあ、そういう機会はあった方がいいかもだけど。俺の意見は。知らん。まったく、面倒言ったらあやしない。俺も別に親睦会とかいらないけどな。確かに一気に自己紹介できたら楽かもだけど。まあ、決まったもんは仕方ないし、さっさと準備しよう。あと1日あるし。そうね。あんたに関しては若干有名になってるしね。ここに長居したらなんかあるかもだし。心配どうも。で、誰が来るとかわかってんの？知らない。適当に呼ぶって言ってたわ。なんじゃそりゃ。まあ、面識があるのは基本来るとして、問題はあんたが知らない人よね。そこで闇の話ってして大丈夫なのか。多分大丈夫じゃない？河川がある程度伝えてるし、あやにも、絶対誤解を生まないようにしてって言ってるし。あやって誰？新聞を書いてる天狗よ。鈴の案の時に見たのもそう。なるほど理解。じゃあ心配はなさそうかな。まあ最悪30秒しか持たないの披露してくれればなんとかなるんじゃない？わざとそうしてるとか思われないかそれ。その時はその時よ。適当な感じ。よ、来たぜー。早いなお前。まあな。そんなお前には手伝いを命じる。なんでだよ。当たり前だろ、誰のせいでこんなに忙しくなってると思ってんだ。私一人の責任じゃないだろ。言い出しってはお前がつべこべ言わず働きやがれ。わかった、わかったから。で、何をすればいいんだ。とりあえず宴会場の掃除と準備だな。力仕事はまた旅がやれよ。お前の方が力強そう。やっぱ、知らん人いっぱいいるとこは苦手だな。私らからしたら友達がほぼ全員集まるっていう一大イベントなんだけどな。そりゃお前らからしたらな。しっかし。もう俺の親睦会ってこと忘れられてないか、これ。いや、そんなことはない。はず。余計に不安にさせてくれるな。これ俺帰ってもバレないんじゃないか。お前の家ここだろ。そうだ、さあ。一大イベントって言った割にはお前ここにいるよな。なんだよ、迷惑だとでも言いたいのか。違うけどさ、せっかくの集まりなんだったらお前も別のところ行った方がって話。お前が他人と会話するのが苦手だって言ってたからついてやってるんだ。余計なお世話だよ。やっぱお前私に冷たくない？気のせいじゃないか。まだ白玉楼のやつ根に持ってんのか。いやいつの話だよそれ。なんだよ本当に、最初の方はもうちょい柔らかかったぞ。キモい。さすがに泣くぞ。なあ、なんで冷たくするんだよ。なんお前、メンヘラかなんか。あ、もしかして私と話すのが恥ずかしいのか。わ、私に気があるからそんなそっけない態度取るんだろ。そうかそうか、私も罪なやつだな。気づいてやれなくてごめん。私が悪かったからその殺意に満ちた目をやめてくれ。たく、調子に乗りやがって。言っとくが、俺はお前だけ冷たくしてるつもりはないぞ。他にもそうしてるつもりはないし、なんというか。多分性格の問題だ。なんか悲しいやつみたいになってんぞ。まあ、正直言うとちょっと悪乗りしてたとこはあるけどな。やっぱ切れそう。なんでこんな会話になったんだ。まあ、雑談っぽいっちゃぽいけど。じゃあこの場で会った意味よな。完全にいつもの宴会みたいになってるからな。そういやお前らって酒飲んで大丈夫なの？え？お前ら成人してんの？幻想郷にそんなルールないけど。世界が違う。自明。それはそう。さて、なんか疲れたし、もう寝ようかな。なんだ、誰も絡んでくれないから寂しくなったのか。いや、誰かと会話しないといけないなら頑張っておきとこうとか思ってたけどさ、俺いらないなら寝てていいかなって。なるほどな。この調子だとずっとこれやってそうだし、テーブルのご飯だけ食べたら寝ようかな。まあまあ、誰か来るかもしれないし、もうちょい起きてたらどうだ。始まって2時間経過して誰も来なかったらもう認知されてないまであるぞ。そんなことないです。お、さなえちゃん。今日はあなたの親睦会なんですから、あなたは最後までいなきゃダメですよ。寂しいなら私も一緒にいますから、どうか最後まで起きててください。
人の名前忘れてるのは親睦会忘れてるより失礼だぞ。あ、あはは、すみません。さなえ、また旅だ、また旅。あ、そうです、また旅さんです。妖怪の山でも一時期話題になってましたよ。まあ、多分新聞のせいなんだろうけど、急に知らん奴の話出てもってとこか。本当にごめんなさい。でも、お互いに知り合うための親睦会ですからね。さなえ、ちょっとこっち来て。あ、はい、今行きます。それじゃあ、また後で。嵐見てー。ああいう奴なんだよ。また後でって言ってたから後で来ると思うぞ。俺あの子苦手かもしれない。そんな顔してたもんな。宴会自体も久々だし、外来人もしばらく来てなかったからな。珍しいこと重なってテンション上がってるんじゃないか、多分。まあ、会話のネタでも考えとこ。絶対寝れんくなったし。ねみー。あんたねー。もうちょいシャキッとしなさいよ。うるせえ。普段はこの時間には寝てんだよ。まだ11時じゃない。その感覚が俺にはないっつってんだ。なんだよまだ11時って。日常茶飯事。話になんねー。今更だけど、宴会って何のために開いてんの。今のほぼ気分みたいなものよ。幻想郷の一個の楽しみみたいな感じね。いつか体壊しそう。あなたはこういう絡み嫌い。外でこういうのがなかったからな。嫌いってよか慣れてないの方が近いと思う。何話してんの。おっさ、別に、特に中身のある話はしてないぞ。親睦会なのにいろんな人のとこ行かなくていいの。いやだって、今さら挨拶したところでじゃないか、始まってからだいぶ時間経ってるし。まあ、確かにこの調子だとね。もうまた旅の知り合いは基本潰れてるか寝てるしね。見た感じな。結局あの緑髪の子も来てないし。サナエのこと？名前知らん？けど霊夢と似た服装はしてた。サナエだね。サナエね。サナエね、はいはい。ま、朝にでも声かけるか。せっかく話しかけてくれたし。日常でこの時間まで起きることそうそうないと思うんだけど。まあ、宴会はいつもこんなものよ。あと1、2時間は続くんじゃないかしら。それで朝起きてみんなで頭抱えながら水飲むまでがお決まりなのよね。この光景が異常じゃないってことしかわからん。つーか、お前らザルなの。他と同じかそれ以上飲んでると思うけど。強いと言われたら強いと思うわよ。あそこにもっとすごいのがいるけどねー。絶対目つけられたらヤバいやつだろ。まあ、スイカは年中飲んでるからね。そういえば流儀は。さあ、誰かと騒いでるんじゃないの。ここだよ。良い月が見れるからね、ちょいと屋根を借りてたんだよ。あらそう。私も後で行こうかしら。で、外来人。また旅だっけ、ってのがこの。まあ、そういうことだな。あんま飲んでないみたいだけどな。あいにくと酒は強くないんだ。勘弁してくれ。なんだ、釣れないねえ。スイカなら強引に行ってるかもね。かもな。やっぱヤバいやつじゃんあれ。ヤバいやつは失礼だろう。飲み足りないならやるぞ。いらんってば。あんまり無理強いすると嫌われるぞ、スイカ。ち、つまんないの。つまんなくて悪かったな。ほらほら、喧嘩しないの。これが喧嘩に見えるなら病気だよ。あらそう。とか言いながら結構マジな目してたけどな。うるさいな、そういうノリだよ。まあまあ、せっかくの宴会なんだからそんな。なんやかんやで溶け込めてるじゃないの。そうか、俺は壁があるように感じるんだが。あなたがそう思ってるだけよ。お酒が入ってるとはいえ、普段と大して変わらないしね、このテンション。それはそれでまた心配な話だけどな。ふっ、確かに。それじゃあ、遅くなったけど、幻想郷を代表して改めて言っておこうかしら。幻想郷はあなたを歓迎するわ。これからよろしくね、また旅。わかってるよ。何かとよろしくな。どうも、また旅と申します。さてと、ようやく一生が終わりましたね。いやー長かった長かった。なんか、一気にラフな感じになったわね。まあな。今回で一旦終わりだし、さすがにちょっと挨拶しとこうと思って。次回は黒魔炭の番外編、その次からは前までちょこちょこ出してた短編を出そうと思います。その後に長編一つ挟んで、また黒魔炭、というサイクルですね。はあ、とりあえず失踪だけしなかったから安心してるわ。
失踪しかけの状態はあったけどな。ずっとヒヤヒヤしてたわよほんと。短編とかは割と早めに編集終わるんで、しばらくはちゃんとお話出ると思います。まあでも、参考程度に今出てるやつ見たらわかると思いますが、あんまり面白くないです。言っちゃうんだ、そういうこと。実際面白くないしな。あんたがそれ言っちゃ終わりよ。俺もなんであれ始めたのかわからんもん。ゆっくり茶番劇らしくない世界観で書いてるからな。茶番劇としてくくったら面白くない部類に入ると思うぞ。いいんじゃない、あんたが出したいと思ったんなら。せやな。ま、出すだけ出すから気が向いたら見てやってくださいって感じです。はい。そんじゃ、こんなとこかな。また適当な時に茶番劇上がってると思うので、思い出した時にでもどうぞ。ではでは、またいつか。